落川君から1737年5月5日は、李氏朝鮮の王族。本願は、全州李氏。意味縄。字は、治む中、署名、守る誠。李都竜氏の第一子。血筋は、戦争の名を孫にあたり、元の御来は、両藩であったが、祝宗第六子遠礼君の家徳相続を受けると、王族として復権するが、17歳で即居した。卒後は、 達子前くんが家督相続をしたが、不祥事が起こり、原形不起略から除籍された。ちょうど、南円君の子孫は、彼の妻子だけ済ませるが、1910年以来、彼の家係は、先祖として、追認めた。彼は、先祖の大級諸子継承君、李の子孫である。小原君李俊、清平君、李、西川君、李がそれぞれ彼の成果の元祖父。 高祖父、祖祖父。1720年里と粒子の第一子として誕生する。祝葬第六支援礼君の家督相続を受けて、1734年12月24日、落川君に、公爵、証券大部の官位を受けた。1735年1月11日後、江トフと、田に任官した。1月18日後、江トフと、田を面官された。 2月17日、高志県大部に昇格した。5月26日後、五エートフ久田に任官した。6月7日五エートフ久田から五エートフと、久田に移動した。1736年1月20日五エートフと、久田を辞職した。4月9日、吉典大部に昇格した。5月21日、軽軌道金星通り率優にある李の墳墓,墓に墓参りした。 9月19日水徳大部に昇格した。1737年9月28日即去した。卒後は、公海北道、平木豊か軍、ミネイザトに埋葬された。結婚については、当初は、金ンイタスマンの娘が候補に選ばれたが、高知中との肉体関係が問題になり、次に、ジョムネヒデの娘が候補に選ばれ、これをジョムネヒデが拒否したが、英ソは、 ムネヒデを軟禁して、1737年3月19日軍夫人、女子と婚礼を挙げた。卒後は、達子前君が家督相続を受けたが、自殺するなどして離縁することとなり、姑嫁嫁の間柄の軍夫人女子と、軍夫人紳士が門脈を起こしては、騒動に至って、楽川君は、原形不起略を除籍された。しかし、 マカリムカ用された記録はなく南炎君の子孫が彼の誕生日、死亡日に妻子だけ受けた。事実上これにより、炎霊君の家督相続を受けたのは、恩信君とされる。後に、彼の葬儀れる、景気道江里川県下北面藩包里里彼の岐阜炎霊君内外の墓、岐祖母、貧牧師の墓の近くにあった。しかし、1940年に、 形状太し区域の整理に基づいて、岐阜遠霊君内外の墓地と義祖母、貧牧師の墓地は、中世南道霊山群徳山面急下、寺本の近くに移送され、彼の墓地は、恩神君母と、恩神君の聖母寮林氏母がある、幼州群、金津来一海里に移送された。彼は1910年以降に来て、先祖に、追認められた。1967年リの、 次男立巻母姫文に八清祖遠霊君と七清祖、楽川君、六清祖恩心君と明示した。2001年雲宮の子孫によって一括化粧をされて、南洋州市、和道雄孫、座頭沖乗り大院君の母所右の丘のお骨壺に埋葬された。この時、建てた恩心君の母姫文に、恩心君は彼の義理の息子、獅子に明示した。ありがとうございます。